デジタルハリウッド大学 CM で見せる、平野紫シの本音、感動必死の一瞬。こんにちは、夢と情熱の追求者の皆さん。2月16日に放送される平野紫シさんの一夜限りのスペシャルテレビ CM、お見逃しなく、この特別な CM では、平野さんがレストランでファンの夢について相談に乗る、まさに夢のようなシチュエーションが繰り広げられます。 デジタルハリウッド大学の CM キャラクターとして抜擢された平野さんは、同大学が掲げる、みんなを生きるな、自分を生きるようのメッセージを具現化。2017年からの長い間、そのコンセプトメッセージをリアルタイムで表現し、自身の夢に向かって新たな道を歩み始めました。CM では、夢に悩む後輩の相談に乗る頼れる先輩役を演じ、自分の道を選ぶ勇気を後輩たちに伝えます。 夢を抱く人々の心に寄り添い、背中を押す言葉が詰まった一瞬です。平野さん自身が追い求める夢についてのインタビューでは、楽曲やパフォーマンスを通じて人々に勇気を与えることへの情熱が垣間見えます。彼は、みんなを生きるな自分を生きようという大学のメッセージに共感し、自らが実践していることとも重なる部分があると語ります。また、選択が難しい場面でも自分のこだわりを持ち、 やりたいことを追求することの重要性に触れ、トライアンドエラーを通じた成長の重要性を強調します。人生は予測不能で、今の前にある本当に自分がやりたいことを追求することが大切だとアドバイスしています。CM はもちろん、夢に悩む後輩がレストランで相談するというストーリーが展開されます。平野さんは相談に真剣に向き合い、夢を諦めずに前進する勇気を後輩に伝えます。 その一瞬一瞬が未来への可能性と希望を描き出しています。このスペシャルな瞬間に私たちは夢への新たな一歩を踏み出す勇気をもらえることでしょう。平野潮さんの言葉や行動から感じるポジティブで力強いメッセージに耳を傾け自分の夢に向かって邁進しましょう。彼の言葉にはきっと新たな可能性と冒険が広がっています。夢を共有し未来への一歩を踏み出すために このスペシャルな瞬間をお見逃しなく、まず、彼の最新のテレビ CM では、後輩の悩み相談に乗る姿が描かれています。このシーンは、彼の温かい人柄がにじみ出ていて、視聴者に勇気を与えるものとなっています。CM 内では、平野さんが後輩たちに夢への一歩を踏み出すよう応援する姿勢が強調され、そのエールは共感を呼び起こしているようです。さらに、60秒の CM ではない裏側も注目すべきポイントです。 メイキング動画やインタビュー動画が公開され、相談に乗る平野さんの姿や微笑ましいやりとりが視聴者に届けられます。これにより、彼の人間性や真剣な夢への追求がよりリアルに感じられ、ファンたちは一層の興奮を覚えているようです。平野さんは広告市場だけでなく、ファッション界でも注目を浴びています。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約や、イヴ・サン・ローラン豪手のアジアアンバサダーに就任するなど、 その活躍の幅は多岐にわたります。こうした活動を通じて、多様性と豊かさが広がる姿勢が見受けられ、平野さんの存在がますます大きくなっています。そして、最新の情報では、デジタルハリウッド大学との関わりも浮上しています。彼がガッパオライスを食べる手の映り込んだ投稿が話題となり、ファンたちはその真相を追いかけています。デジタルハリウッド大学は毎年、その年を代表する人物を広告に起用しており、 平野さんがどのようなキャンペーンに携わるのか、ますます興味津々となっています。こうした展開から感じられるのは、平野さんがただの広告の顔ではなく、コミュニティやファッション業界においても個性的で魅力的な存在となりつつあることです。彼の言葉や行動からは、夢を追いかける力強さや、コミュニティを大切にする温かさが伝わってきます。最後に、あなたも平野さんの新たな一歩に期待してみてはいかがでしょうか 彼の活動からは自分の道を選ぶ勇気やコミュニティの一員としての誇りを感じることができます。夢を追う人々へのエールを込めて、平野さんの新たな冒険を一緒に応援しましょう。